全国の麻雀ファンの皆様、こんにちは。実況の松田彩香です。本日は第41期十段戦五段戦セレクトの模様をお届けしてまいります。解説は第1期リーチ麻雀世界選手権優勝、山井博史プロが務めます。山井プロ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。日本プロ麻雀連盟では段位制を採用しております。各タイトル戦の成績表、成績をもとに段位が与えられ、その段位によって行われるのがこの十段戦となっております。全試合トーナメント制で行われ、初段戦から始まり、各卓上位2名の勝ち上がり、勝ち上がると2段戦、3段戦、4段戦と続いていき、最終的に4名が勝ち上がり、現十段位を加えて5名で決定戦を行います。日本プロ麻雀連盟だけのタイトル戦となっております。現十段位三浦智弘への挑戦者は一体誰になるのでしょうか。それでは本日の出場選手を紹介してまいりましょう。チーチャースタートはこの方です。五段戦からの出場となります、岡田茂。なんちゃスタートです。二段戦からの勝ち上がりです、水野浩一。シャーチャースタートです。同じく二段戦からの勝ち上がりです、小高祐樹。最後ペイチャースタート、この方です。五段戦からの出場となります、萩原正人。以上の4名での対局となりますけれども、山井さん、本日の見どころをお願いします。見どころはもう萩原さんしかないですね、やっぱね。十段戦はね、ベスト16からいつも放送なんですけど、やっぱりこの五段戦セレクトはね、毎年ここ最近では恒例になってますけど、萩原さんの出番ということで、なかなかね、やっぱお忙しいんで、連盟の公式戦とかね、なかなかご出場できないね、されないんですけれども、十段戦はね、出場していただいててね、なんか、まあ、ここで皆さん萩原さんの公式ルールをね、なかなか見れないんで、ここでやっぱ見て、で他のねプロもね、ベテランの岡田プロはねベテランで、あとの2人まだ若手なんですけども、2段戦から勝ち上がってきてるということで、はい、やっぱ萩原さんのファンがねすごく多く今日は見ていただいてると思うんで、そこでしっかりね自分たちのこう力を見せて、あ、こんなプロもいるんだみたいにね覚えてもらうっていうのも結構嬉しいことだと思いますので、はい、はい、楽しみにしていただければと思います、はい、ありがとうございます。それでは対局場の準備ができたようです。第41期十段戦五段戦1回戦対局が開始されました。本日の立ち会い人は友武正治が務めます。友武の合図によって1回戦対局が開始となりました。改めまして、ちーちゃより岡田、なんちゃ水野、ちゃーちゃ小高、ペイチャ萩原の並びとなります。なおルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。半チャン4回を戦い、上位2名が勝ち上がりとなります。当一局ドラはパーソーです。改めまして、今井プロ、今日も一日よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。なんちゃ水野の手配、中断戦ね、始まりましたね。始まりました。先週ぐらいからかな、初段戦がね、始まって、まあ、夏ぐらいにね、いつもこう決勝があるんで、夏の風物詩みたいなところもありますね、十段戦は。非常にね、楽しみにしているプロも多い、はい、この十段戦です。ドラドラになりました、なんちゃ水野。やっぱね、勝ち上がっていくと、どん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 強いプロが出てきて、まあ、本当ね、九段ぐらいまで行くと、なんかね、もうベテランの超有名なプロとかのレジェンドとかいっぱい出てきてね。一つ一つやっぱ勝つことによって経験にもなるし、ものすごくね、楽しみなタイトル戦ですよね。いや本当に、私は2段なんですけれども、うん、2段からね4段まで勝ち上がっていったんですけど、うんうん、やっぱりちょっとずつね、なんかこう、うんうん、知ってる人が増えてきたなというか、そうなのよね。こう10年選手とかがね、はい、どんどん増えてくるから、うんうん、リーグの上の人とかね、まあ今日5段ぐらいだとね A1 選手なんかも出てくるんで、うん、本当にね、こう若手のこう、ね、デビューした人たちはね、一つでも勝つとこう強い選手と戦えるんで、楽しみですよね。非常に面白い試合。そして一つ仕掛けが入りました。うん、親番岡田が白のポンして、この形、シャンテン。三色で仕掛け返しましたね。はい、水野も仕掛けましたね。うん、ドラドラで三色、イーシャンテン。ね、五段戦は4回戦のトータル上位2名が、勝ち上がりですよね。はい、で今日はこの勝った後にもう一回六段戦があるから、そうなんですよ、結構体力勝負的なところもありますよね。うん、
テンパ1パーピン、そして時間打ち切りもありますね、うん、60分プラス1曲の、はい、時間打ち切りありとなっております。本日はじゃあこの5段戦勝ち上がった選手はそのまま6段戦に行く、うん、と、ね、いうことですね。会場はね、あの別会場になって放送は多分6段はないけども、うん、このままね6段で、明日が7段戦8段戦っていうね、山井さんの出番は僕8、明日からですね8段ということで、はい、長くやってるんでね、はい、あの8段ぐらいにはなってますけど、相当この10段戦の中ではねそうですね、僕最高で8、ベスト8ぐらいだな、決勝1回もないんで、あ、テンパ入りましたね、サブロッソ、テンパ入りました、水野ドラドラだから3球ありますよね、はい、ただサブロッソちょっと薄いですね、うん、ここで4枚ですね、はい、テンパ、カンリャンゾリーチです、萩原、ね、カンリャンゾは山に残り2枚、これスーソーが2枚、まあ、こういきますね、スーソーまで2枚打たれてたんで、はい、ほぼ変化がないでしょと、千二千はね結構大きいんですよ、このルールで、一発裏ドラのないルールで千二千は大きいんで、であとまあ今日のね開始の1曲目なんで、まあ、自分のちょっと運勢測る的な、これ積もれたら今日いけるんじゃないのっていう感じはしますよね。ありますね。さあ親番の岡田も言ってますね、うん、まあ3球ありますからね、はい、この中では一発裏がないから公式ルールは、の中で一番高いんじゃないか。で、流派が泣けるとね、一気に 5% にもなるし。そうですね、ヤクヤクドロ。これも通るね。まあ、郵送は親の岡田が通した牌です。うん、現状リーチをかけているのはペーチャの萩原、カンリャンゾー、町は山に残り2枚。岡田のウッポーピンも良さそうだね。良さそうですけどね。2枚か。うん、2対2。パーピンは？パーピン1枚ですかね、はい、あ、1枚ずつ持たれてるんだ。そうなんです。カンリャンゾ筋になってますが、ローピン、3球あるからね、2000点ではちょっと押しづらいけど、3、あ、つかみました。ここは出ないところですね。小高は唯一受けになっている。3球ですね、はい、水野の上がりとなりました。3色ドラドラ3900の上がりです。まあ、羽田さん闇天でも一緒でしたね、ほぼほぼ。水野が上がりを決めました。宝珠に回ったのはリーチをかけていた萩原です。と2局へと移ります。水野の親番ドラはリャンゾーです。やっぱりあの公式ルールは一発裏ドラがないんで、手役もしくはドラですね、まあ、比重が大きくなりますよね、うん、ドラそばなんかはね、やっぱり結構最後の方まで持ったりとか、まあ、あとやっぱ本一とかトイトイがやっぱり多くなりますかね、うん、本一トイトイ、普段あんま見ない役が出てきたりしますよね、うん、そうですね、やっぱり普通のなんか一発裏がある、一発裏あったり赤あったりするとね、やっぱスピード勝負で上がり優先っていうのがね多いんですけど、公式ルールはね、あんまりリーノミとかもあんまり少なくて、点数がねやっぱ決まっちゃうからあんまないんですね。で本当に高い人がやっぱりドラドラの人とか、あと手役の人とかは降りないで突っ込んでくるから、なかなか降りてくれないですよね。そうなんね、リーノミがね、だからちょっと愚形のリーノミは本当一番不利で、一発裏あればね、もしかしたらリーチ一発も裏で漫画になるかもしれないから、愚形でも ねリーチはあるんだけども、このルールはあんまりないですね。小高のこういう手も、あ、これは目払っていきましたね。本一がそうなんですよね、うん、行きやすいですよね、先ほど話していた、うん、ピンフのみとかリーのみぐらいになるぐらいだったら本一いった方が、うん、なんかねペイとかチューン重ねて本一とか、あと一通絡めばね漫画とかもあるし、絡めば嬉しいですね、こちらの手配、うん、確かにピンズが非常に多い手配です。小高ドラドラになったのは萩原、チャンス手、いいシャンテン、これはチャンス手だね、はい、チートイツかメンツでもあるから、はい、換算層がちょっとネックだけど、神ちゃんがねピンズちょっと行ってるから換算層はチーかな、非常にネックなところではありますね、うん、ドラポンなんかも面白いですけどね、この手だけど、うん、しないかちょっと、
萩原さんだとどうですかね。あ、ここも縦系の手配、うん、でも本当公式ルールをね、萩原さんの公式ルールって見る機会本当少ないと思うんでね、うん、私もこの五段線セレクトで見たことがあるかなというところで、エミリーグではね、あの見られて見てる方も多いけど、うん、公式ルールはやっぱ1年に1回しか多分あんま出てこないからね。そうですね、うん、あ、泣く構えしてるね、カンサンソーね。そうですね、うん、カンサンソーも泣くのかな。カンソーは泣かないか、レアソー出ちゃうもんね。ドラドラ使い切りたいですね。トン2枚目です。仕掛けていきました、岡田。これももうベテラン選手ですからね、はい、10年以上やってる選手で最高 B1 ぐらいまで行ってると思うんだよな。そうですね、はい、ね、あの僕も岡田君とはね、あのしげるちゃんってよく言うんですけど、みんながね結構あのみんなにこう親しまれてるんだけども、麻雀がとにかくね大好きで、もうセットをよくやりますよね、あ、そうなんですね、君とはね。意外と放送対局は初めてということで。え、そうなの。そうらしいです。すごい意外ですよね。意外だね、はい、岡田天杯リャンソン待ち、表示チーチャになってますがね、ペーチャですね、うん、岡田です。かわしてですけどね、はい、かわせると大きいですね。リャンソンか、リャンソンで天杯、小高もいいシャンテン、シャンテン名本、うん、全然は、ね、萩原進まないですよね。シャーチャの萩原、うん、ドラドラがチートイにするのかどうするかですね。あー、チートはやっぱ見ないね現状ね。チートイツのいいシャンテンをキープしつつの進行、うん、チートイだったらシャーがちょっと待ち頃ではあるんだけどもっていうところですね。うん、難しい。順目が進んできましたもんね、もう12順目、うん、お、テンパった。これでテンパイ三層か老層、老層親弦、ただ三層どっちだこれは。老層2枚切れ、あ、2枚切れか、今2枚目切られちゃったところだった。あ、これは出たかもしれないね。こちらもチートイツ、ね、ドラそばなん、うわー、すごいあるんだ、そんなあんのみたいな感じだね。まあでもパーマン、はーい、老層パーマン短期に変更、パーマンいいんじゃ、あ、でもパーマン次のここに2枚ありますね。これは出ない、これは嘘は、山にパーマはない、出てもおかしくない。はい、リャンソーテンパ入れてるのはペーチャ岡田。おー、硬いね。自分でね嘘切ってるんで、まっすぐだったらね打つんだけど、岡田にやっぱりマークしてますね。うん、仕掛けを入れている岡田です。こちら、うん、トンのポンをしています。ペーチャです。から切ってね、あ、テンパ、え、お、嘘を引き戻した、引き戻しました。そしてこちらもテンパイ、ペンチ、ピン、ホン、イツ、ドラ1枚ありますね。すがね、2段から勝ち上がってるだけあるね。いやー、ここ力ありますね。当たり牌止めて、振り手運送引き戻してテンパイ。これは相当嫌がってる。あ、でもローソーワンチャンスか。あー、ただ積もったのは小高です。ホン、イツ、500銭の積も上がり。三層短期か、まあちょっと上がりがあっただけにね。でもドラ表なんでね、やっぱなかなか出づらいとはね。ドラそばでね、そう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 、あと打ちづらくなるんだよね、終盤になればなるほど。ありますね、うん、ちょっと2回連続ね続けて切られるとちょっと、うん、そうね、出てたかなっていうところもありましたが、当三局へと移ります。小高親番ドラパーピン、勘が悪い時とかね、どうします、松田さん、裏目に貼ったりとかするの、自敗打つ逆にするとか、あんましない、自敗打つ逆にする、ちょっとしたりするかもしれない正直なるほどね、はい、薬牌とお高酢とかあると薬牌から打ったりとか、あ、薬牌から打ったりしますね。うん、なんかねちょっとそうやって今日なんかあんま調子あんまりね裏目が多いなとか思ったらね、はい、裏目張ったりして、余計裏目ったりする時もあるんだけどね。そうですね、はい、失敗もいっぱいしながら成長していければなと、はい、思っていますが、ね、雰囲気悪いよね萩原はね、今のはね確かにちょっと、うん、どうするか、もうトン1曲トン1曲2曲とね、はい、
ちょっと雰囲気ありから、ここで守るかじっと耐えて後半に勝負かけるか、ここでもう一回エンジンかけていくか、 またねトンバだからね、うん、もうちょっと頑張るけどね、4回でまとめなきゃいけないから、そうですね、うん、この十段戦は4回で2名勝ち上がりのトーナメント戦と。トーナメントはやっぱりね宝珠が結構痛いんで、はい、後でやっぱり最後の条件で満願直条件とかになってることが多くて、それってなかなか難しくて、あの時漫画打ってなきゃな、上がれば OK だったのにとか、まあ、展開も変わるんですけど、やっぱ積もると、はい、あの相手も減るんでいいんだけど、宝珠するとねその人だけがへこんでその人が上がるっていう、なんかやっぱ宝珠が結構罪かなみたいな。やはり宝珠が、うん、そして順目が立って水野ドラドラのイーシャンテン発本しています。なんかトーナメントだとやっぱ打ち方をこう変える選手とかもね結構いらっしゃいますよね、うん、そうですね、リーグ戦、うん、トーナメント決勝戦ってやっぱ3つあるんだけども、はい、まあやっぱそれぞれ戦い方違いますよね、うん、リーグ戦はやっぱりいい時にいかにポイント叩けるか、あのなんか100ポイント叩くような説をこうどう作るかみたいなイメージ、うん、イメージあります、はい、転売換算像、トーナメントは1ポイント、まあ言うたら 0.1 ポイントでも相手より勝ってればいいんで、うん、まあそういう勝負ですよね。で決勝はやっぱ1人しか勝てないから、もう圧勝するイメージかな、圧勝するイメージで、うん、突き抜けるっていう、山井さんすごい得意そうないやそうでもないんだけどイメージありますけどね。瀬戸熊さんとかやっぱね圧勝するイメージだから、瀬戸熊さんもそうですね、うん、そう、うん、こうトータル首位でももう逃げないで、うん、あのさらにポイントを重ねていくっていう、まあ久人プロなんかもそうだね。そうです、あ、ドランコ、ドラさん、水野、まあ、これは使い切りたいけど、使い切りたい、まあリャンソ入っちゃったらドラ切って3球もありだけど、短期に受ける手もありますけどね。どうするんだろう。萩原3色に変わってリーチです。テンパってたの3色になってリーチ、これはいいね。役なしテンパイでしたね、なんちゃです、うん、さっき上がりそびれた3層、今回は、はい、上がるぞ。一スース入ったら水野から出ますね。そうですね、ドラさんの水野は止められない、うん、現状山にはないんだけども、はい、換算像は山にはゼロ。岡田もサブロスどう引くか、ウッパスを引いたらもう3層出ちゃうね、ドラ打ちづらいから。となると結構3層出るパターンが多いかな、こちらです。ロウソチーソぐらいいったね。うん、あと一スースそう、チーソー、バーソー、全部リャンソー、リャンソーいただき、バーソー薄くはなってきましたが、現物で打たれてもね、チーして三蔵になりそうです。あ、これは助かる、出ないパターンだね、これは三蔵が助かる。これ逆に萩原ピンチかな、はい、大ピンチ。ヤンソーめちゃくちゃいます、山になんと4枚三蔵ないもんね、だってね三蔵ないんです。3? あ、嘘だ、水野の上がり、初ドラさん7700の上がりです。闇天でも一緒ですね。うーん、ここはドラさん、水野が上がりきって萩原宝珠での終了となりました。トン4局へと移ります。萩原親番、ちょっと2回宝珠がありましたけれども、うん、うーん、ここで親番どうなるか、萩原、そうですね、ここで挽回したいところ、挽回したい、トライソー、白白リリー、お、いいね、いいんじゃないですか、うん、2役のどこから仕掛けるかだね。まあ一泣きしたらマークされちゃうから、次が結構きつくなるんですけど、そうですね、トライソーです、まあ、それでも一泣きするのが普通かな、これはね、マークされたとしても、うん、本一にはならないんで、ええ、まあ、77になると1個アンコールとすごい嬉しい、嬉しいですね、うん、で満座あたりでやんめになってくれたりとか、そうすると77の未来が見えるけど、今日はね雰囲気悪いからな、ちょっと、お、チートイ、また難しくくるね、ドラが言いそうなんでね、言いそう持ってくれば素直に嬉しいですけどね。まあ、リャンソ3層引いて闇天でイーソー短期ポロリっていうのもね、これ難しい、これは
けど、ローマンパーマン打った方がいいかな。パーマンでもいいかな。パーマン打っとくとウーマン引いて両面残るんで、また今今とか打てるんですよね。メンツテのイーシャンテンに、はい、ポン、そう、ポンテンで、うわー、そっち行った、そっちに行きましたね。チートイツと名本、名本、これはどう出るか勝負に行きましたね、うん、まあ、でもね、もしかしたら変えたかもしれないですね。そう、普通に打っちゃダメでしょこれみたいな、あるね、さっきありましたね、話にあった、うん、でもポンポンで満貫天敗ですからね、これカンチーマンで。そうですね、初吐くと仕掛けられれば。ただ3層打ってポンして両層でドラメンツ切ってくるから、ドラ受け、ちょっと異様な皮にはなるね。うーん、3層両層切りはね、これはでも面白いね。あー、ここも来た。チートイツイシャンテンスアコもあるのがオダが泣いた。まあ先に両層どっち打つ、お磯から打った。あ、この方がなんか関連層払ったっぽく見えるんで、はい、ちょっと皮が3、2って並べるよりはなんかまあちょっと本一はボケるかな。うん、あ、ただスワンコイーシャンテンですよ、だか、あ、こちらも広くなる。これもね、そう、これ相当怪しく見えるね。なんか怪しすぎますね。両ピンつもぎりだから3、1、2、まあ、ちょっとスライドとかね。うん、まあでもそれにしてはおかしい、見差しはおかしいからね、ドラ切ってるから、はい、やっぱ異様な皮になっちゃったね、ちょっと。でも数万はつもぎるわけにいかんからね、カンウーマの受けがやっぱあるから、はい、川にこだわるわけにはいかん。まああと自力でね、なんとかいく、でも岡田がね、硬いのよ。岡田はね行くと決めたらね、もうどこまでも行くタイプの選手なんだけど、守りに入ったら硬い、とにかく何も出てこないんで。でも今回ドラドラですよ。いやね、この捨て牌見ると、はい、でまあ萩原のジャンプ見ると、多分この白は墓場まで持ってきますよ。うわ、出してくれないんですか、うん、出してください。でそのやっちにこうやって脇が上がって、はい、天敗老僧数万枚山に、この勝負手を潰されるパターンだね。はい、数万1枚、あ、うわ、流れた、流れた、萩原のアローソ出た。脇決着するのよ、こうやって上がりとなりました。トイトイですね、2600。萩原ファンはじれったいね、これ。でまだね、1回攻めなんで。そうですね、まだまだ分からないですよ。はい、何人です、岡田の親番。あの白をね、やっぱり絞って、やっぱそうね、絞るよ ね、 うん、怪しかったですもんね、やっぱりちょっと。うそうね、一面と落としが見えたからね、明らかにね。ドラがいい、ドラが急走ですね、岡田の親番です。ドラドラ急走、あっちもか、はい、急走1枚か、1枚です。悪手悪すぎる。うん、そうね。なんちゃで、あ、失礼しました。難波で難が重なったのは岡田ピンズが多い。ドラドラ水の、今日水のドラドラ多いですね。ね、うん。あと公式ルールは3万点からプラスになるんですよね、あの何着でも。うんうんうん、なんで、まあ3万点が結構基準かな。うん、岡田とかももうあとちょっと、そうそうそう、プラスすればいいと。うん。うんとプラスになるんで、3万点の加減方式です、この日本プロマージャン連盟公式ルール、ね、一人行きだとで、あの順位点がねちょっと多いんですよ ね、 4ポイント多いんだよね。地味に嬉しいですよね、あの4ポイントは。そうそうそう、4ポイントはね、うん、いいシャンテン、まあ観音層になった時は闇点になりそうですよね。6級ピンだったらリーチもありますね。現在1回戦何1局は、1局までは2段からの勝ち上がりの2名がね、うん、ちょっとリードする形で進んできています。うんうんうん、勢いはあるよね。はい、あ、これですね、観音層、まあ、9ピンだと一旦ね
ウーソーとかキルテもあったんだけど、ローピンなんでパーマントってテンパイ、3色のキューピンだと3色ありましたもんね。そうそうそう、はい、パーマン、うん、そうするとね羽まんまで見えるから、うん、まあちょっとテンパイ外したくなるんだけど、外したいですまあまあテンパイ取って積もればそのままでもいいし、まあ3層数層パー層9層あたりがね変化いっぱいあるんで、一旦やみてんですかね。すでにテンパイがシャーチャオダカ甘露草薬なし、積もれば上がれます。出上がりはできないですね。出上がりできないです。一メンツ完成です。ストレートならスーピンですね。はい、メンツで、うん、お、これでいいシャンテン、ドラドラ、いいシャンテン水の両面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 、萩原は苦しいな。もう一メンツもないですからね、結構きつい。もう7巡目を迎えていますが、うん、メンツがない萩原。まあでもなんか受け、まあこの曲はねさすがに無理なんで、受けて相手にもう泣かせない、あの報酬しないっていう方向でいきそうですかね。公式ルールは順位点そこまで大きくないですからね。うん、そうそう、素点がやっぱ大事なんで、岡田目いっぱいに構えましたね、はい、ドラを切って目いっぱいにしたのは親番岡田、うん、親番なんで何からじゃなくても他のとこから泣くパターンもありますよね、何バックでね、うん、まあ、例えばこれチーピンポンとか、まあ、こうなるとちょっと上がりまで見えるからさすがにバック、まあ、どうし終盤だったらあるけどね、うん、まだちょっとまだそう、ね、上がり見たいかなっていう準備ですかね、うん、ただ何はね萩原ががっちりガード1枚山にいますが、チーピンとね、ウッパーマンと6キューピンの選択なんか面白いですよね。場には6キューピンのがちょっと出てるんで安いってことですね。だピンズは6キューピンの方がいいから、チーピンを切って6キューピン固定して、でマンズはちょっとウッパーマンまだ不安だねっていうんで厚く持ってましたね、はい、とここで両面が入って役なし転廃ということでリーチになりましたね、うん、岡田。そうですね、6キューピン待ち親番だしね、ピンズの方が安いと、うん、は捕まりましたけど3ピンは通りますね。これ粘れるかどうかだけど、もう粘んないんだね、うん、一旦現物嘘を、うんうん、6キューピン、これで、ローピンがなくなりましたが9ピンが山に残り2枚です、うんうん、まあ、小高はもう、あ、これなら行く価値はあるね、うん、打つなら3ピンですね、数ピンチーピンっていう切り出しなんで、はい、まあもしあったらサブ6キューピンですね、チーピン打って6キューピンがあるならサブ6、サブピンが当たるならサブ6キューピン、サブロッソ役割転廃になったのは小田か、うん、まあ、チーマンの前チーピン手出しだからね、6キューピンとバピンは相当警戒するでしょうね。キューピン萩原のとこからは出ない。チーソー結構スッといったもんね。ウソが4枚見えてる、ワンチャンスですかね。ワンチャンスか、ワンチャンスだよね。うそうですね、うん、ワンチャンスだと思います。はい、いいね、押してるね、しっかりね、打点バランスいいんじゃないですか。打点バランスというか、まあ、押し引きだね、押し引きが、うん、ああ、そしてドラドラだったんですけどね、ドラドラ。でも9ピン報酬になってますよね、水野ね、先にね、まっすぐ行ってればね、はい、岡田はこれね上がるよりも連チャンしたいですよね。うーん、親番の価値も非常に高いですよね、このルール。ああ、まあね、これいいね、この上がりはいいですか、いい、そうそう押してましたしね。フィフツも400、700の上がりは小高です、うん、いやー、岡田もね狙い6球ピン定めたリーチだったんですが、うん、チーソーのとこで3ピン打ってテンパイ維持してこの形になってるとより良かったかな、とちょっとね自分の方が良さそうな感じなんで、あと親リーは結構ね愚形とかもあるから抑え込みのね、簡単に降りない方がいい。まあまあ、と、まあ、その辺は打ってるあれもあるけど、そうですね、うん、経験もねやっぱりこれから2段ということで、ね、うん、はい、
第2局へと移ります。水野の親番ドラワリャンゾーです。ドラメンツがあるのが親番水野、これ決めに行くぐらいの気持ちで。リードがある時の方が攻めやすいですか？そうです、そうですね、やっぱ攻めやすいですよね。まあ、特に今漫画打ってもね沈まないし、はい、親番だし。水野どこまで攻めきれるか。チートイツイシャンテン、決めた。結構あっさり決めましたね。あっさり決めたね。うん、まあ、チートイツにするなら確かに酸素が一番ね、ドラさん、ドラリアン層で嫌だから。ドラそばで、うん、みんなが使いたいところ。うん、まあでも結構このね、繋がってないから。ええ。数ピン残したね、9ピンじゃなくて。1枚切れ、枚数ですか？いや、多分匂いですよね。皮の濃さ。あ。1ピン、酸素、数ピン切るともう皮が濃くなっちゃって、はい、いきなりもうチートイっぽくなるんで、その匂いをちょっと消して、消したけどやっぱなんと白はいいよねっていう、そうそうそう、これは選べないと。白を打たれて今誰も本の声もかかってないし山にありそう、なんはちょっと分からんけど、ナンバだしダブナンポンされるのも嫌だし、っていうことでスーピン、ちょっと皮は濃くなるけど、おあっさりテンパイ。そして小高がテンパイリーチになりました。リャンマンと九層のシャンポン待ち選びましたね。カンパーソーじゃなくてシャンポンと、うんうん、ね、シャンポンならまあ九層がねいいですからね。はい、これ変化がねやっぱ少ないんですよね。闇手にするなら九層打ちでロー層引きかな、うん、こちらですね。そう、シャンポンだともう九層はほぼ変化ないんで、リャンマンの3万匹しかないから、じゃあもうリーチですっていう判断ですね、これは。リャンマンと九層は山に残り1枚ずつ。あ、いいとか言った。これはこうだね、シゲル、はい、シゲルじゃねえ、岡田はね。いいシャンテン。あ、掴んだ。ここはトップ目だから打ち回しが難しいですよね。どこまで行っていいのか押し引き難しいですね。親番でドラ重なったら5かな、打点的にはこちらですね、うん、あ、スーピン、これ中筋で行きました。ね、ただ水野は上がりはもう厳しいですね。リャンマンがもうないし当たるのでチートイツ、ちょっとメンツでここから戻れないですもんね、なかなか。うん、なると宝珠かな。まあ宝珠ぐらいでいいと思うけどな。あんまこう何も、あ、これドラなんですよね。はい、これドラのリャンゾー打ちづらい。リャンピンだけ打って、あ、もういいピンもないんか。じゃあいいピンだね。うん、いいピン。もう一回三層とかね、いい層とか引いてくれば、もう一回そこで、もう一回、うん、まあストレートにリャンゾー引けばそれではそれでいいし。ギブアップするのかな。チーソー切りですからね。お、粘る ね、 粘りましたね。両方当たりだけどね、リャンマンもキューソーも。本当だ、リャンマンキューソーどっちも当たり。うん、まあ 粘るのがいいね。アゲアラもいいし、あ、来た。これはね、押す価値あるんですよ。チーピンが現物だけど、はい、誰も打ってこないんで、これ山にあるんじゃねとか、まああと小高が持ってるパターンもあるけど。はい、小高。小高か。はい、テンパイリーチになりました。ドラを切ってのリーチは岡田。で、見て、現物だけどリーチってのはそういう理由ですよね。自分のまあローピン第一でもいいし、手詰まった人はチーピン打つんじゃないのっていう。ローピン第一で光ってますね。うん。ベンチーピン。で諦めたね、水野は。山に残り1枚。これは小高結構きついね。きついですね。山になくなりましたからね。でも萩原も攻めて、あ、テンパったよ。あ、ちょっとリャンソーは通るけど、リャンソー打つなら闇かな。リャンソーですかね。うん、まあ、リャンソーでしょう。数層取ってないもんね。現物のリャンソー切って、まあここはちょっと我慢しましょう。ただリャンペイコ変化もあるし、なんならウソ、薄いウソ引けばサブローソー勝負もあるかな。どうする。数層イーマンのシャンポンテンパイ役割ですかね、今ね。役割です、イペイコ。なんだ、数万はね、でも通ってんだよね。
今打って単品リャンペイクを持っていくか、3万今取ったんで3万打つか、どっちがいいんでしょう、どっちもありますか。リャン万がでもないからね、3万打ったら上がりがないんだよね。そうですね、リャン万打てなくなっちゃいますしね。イーマンが打てるかどうか、3万ワンチャンス。打つなら数万かな。数万打ってシャンポン続行。そう、数万1枚出ちゃってるんで1枚分ということで、ね、そうだね。萩原の町も数層はないですが、イーマンはありそうですね。イーマンはあるね。はい、どれも持ってない。なるほど、これは通ってないのよ。厳しすぎるか、これは。数万イーマンルートできましたもんね。そうね、一旦引きましたね。はい、さすがに県リーチにね、2人に無筋はっていう、いくらなんでもちょっとラス目とはいえ、まあ親が残ってるからね。ここでくぅ、まあまあこれはちょっと取れないからね。無理ですね。はい、イーマンベンチーピンリーチしているのが岡田、そしてシャンポンリーチが小高、こちらは町山には残っていません。チーピンが山に残り1枚、天敗だけでもね復活できるかどうか。そうですね、復活できたらギャローソンも通りましたね。ギャローソン通ったね。さらに天敗の可能性が広がるか。ギャンマンはでもアウトだもんね。ギャンマンはアウトなんです。イーマンか、はい、切るルートか、ローソー、イーマンどっちか切って転売できれば、そうね。はい、水野手詰まりですか、リャンマンだ。あ、リャンマン手詰まりで選ばれたのがリャンマンでした。おー、何もなかったか。リーチドライチノーチャンスでしたかね。はい、2600。なるほど、だから3局連続での上がりを決めました。上がって迎える親番です。何3局小高は今まで放送対局、まだ若手なんですけど結構ちょちょ出てますね。はい、出ていて、まだねトップ率がなんと20分の1ということで、20分の1、放送対局での、あ、放送対局があんま良くないってこと、20分の1しか1着を取っていないということで、はい、今日は放送になったらちょっと打ち方変わっちゃうんじゃないのそれは。ねえ、ここまで勝ち上がって、はい、もう今見てる感じはいいけどね、はい、だいぶ慣れてきたのかもしれないですね、はい、あ、岡田第3ゲーム来ましたよ。白春統一ドラがいいピンです。小高親番、こちらドラ1枚、なんちゃ萩原、単品系かな。まあ次親ですからね、これドラそばだけど、シャーチャの岡田はチャンスで、白春統一初も1枚、チュンスルーしましたね。1枚目は1枚目スルーでしたね、白も1枚目スルーですね。白もか、はい、いっぱいあったもんね。結構泣く打ち手も多いけどね。泣かずでしたね。山井さん泣きますか。いや、僕も泣かないですね。あ、やっぱり泣かないんですね。まあ、1枚目が泣くとね、やっぱ警戒されて出てこないんだよね、次の牌がね。でも2泣きだったら、結構1枚切れてたらすっと、出てくる来たりするから、だからいいシャンテン、まあ、これはチートイかな。2枚目、これは泣くね。あ、仕掛けていきましたね、やっぱり2枚目は、仕掛けていいシャンテン岡田です。第3ゲもまだあるね。はい、あります。まあ、次チューン泣けたら天敗取らずするんじゃないかな。で、流派流派引けばね、3万2000だから。3万2000はこのルールにとって大きすぎますよ。その前に流派引ければね最高ですね。あ、もう切った、ここでもう切りましたね。打点見て236だからね、ちょっとやっぱ52から万願級欲しいですよね。浮きまではあと2局で6400点。小三元でもいいんだけどね。小三元では、あ、何来たね、来ましたね。これはまあ諦めるか、流派第3ゲはね。役で5200、ローピン打つ手もあるけど、ローピン打ったらすごいけどね。そうですね、本一も第3ゲも残ると、そうそう、ダブナン小3ゲ本一とかいった倍満まであるね。ひえー、倍満、
ローピンかダブナン5人はでもあるからね、5人上がれば次ちょっと上がればね先手に先手でね、ダンは止まっちゃうね多分ね、ダン止まりましたか、あダブナンじゃないんだよねごめんね、なんちゃか、はい、ただのなんかただの あ残ったちょっとなんかローピン打ちたい、いや漫画だよでも普通流派だねですね、普通流派ですね、うん、はい、さすがになんかこう発がね山に残っているのがこちらからこう、はい、もう見えているというね、うん、ちょっとズルを使うとねテンパイドラ短期ナウ打たれたくまあでもね、はい、ナウ打つってことはチュンも打ってくるでしょう、そうですね、チュンローピンシャンポーカだ、チュンで漫画だからね、はい、福田かってあテンパイじゃない、テンパイです、小高はイーピン短期テンパイ2枚、イーピン2枚、はい、チュンイーピンどっちだ、チュンも1枚、イシャンテン萩原3色あるよ、789イシャンテン岡田のシャンポン待ちはチュンが1枚、ローピンはない、ローピンなし、ローピンなしです、イーピンの方が多い、イーピン2枚、これ岡田イーピン止まらないですよね、止まらないです、うん、まあでも何打ってきてるからね、テンパイ1%そうどうだろうな、もう明らかにテンパイ入ってるねっていう気は、まあ、悪くてもいいシャンテンだけどテンパっててもおかしくない、皮は結構派手めというか派手、うん、で萩原もしてきてるのは分かってる、はい、ウーピンスパッと来ましたからね、そうですね、まあ、トンも一切れとは言え、テンパイここもドラ短期頭羽じゃん、頭羽だ、あ、ただ上がったのは萩原です、これはかわしたね、ウーピン結構怖いとこだったけどスッといきましたからね、はい、ここは上がりを決めました萩原、大物手をかわしてこれ大きいですね、大物手かわしての上がり、そうそうそう、ね、親の訓読だったし岡田も漫画あったしね、はい、そして南4局オーラ制度を釣ります、萩原の親番ドラガブーソーです、公式ルールはねピン踏みあまり一致しないんですよね、あ高くなっても7等3、はい、出上がり2000点って点数が決まっちゃって、でやっぱ局面リーチってやっぱ局面長引くじゃないですか、長引きます、そうするといくら両面とはいえね上がるのが遅くなると今度は本手の人がね向かだけが向かってくるんでリーチにやっぱりね嘘手の人は降りちゃうから、そうするとピン譜のみで打点が低い手でその本手の人と戦わなきゃいけなくなっちゃうんで不利なんですよ、だからピン風のみはスッと先点って言って終わらすのがまあ定石というかね、うん、このルールでは多いですね、そうですね、得そっちの方がなんかなんかこう見てるとねなんでリーチしないのって思う方もねいらっしゃると思うんですけど、そうそう一発裏あるとねやっぱり積もって1326とかなる可能性あるし、はい、下手すると羽間の可能性もあるんですよね、ありますね、裏裏メイプ一発も裏裏とかね、だからねリーチも全然あるんだけど期待値が高いからね、うーんこのルールはね高くならないんでもう点数決まっちゃうからねピンフは、はい、非常にそこら辺のバランスもね難しいんですが面白いというか、そうですね、はい、さあこれトップ争いもね あるね、1600差だから、うん、かなり僅差、萩原はもうこれあ連チャンあるのみなんでね、岡田は77上がる時か64か一応64だとえイーシャンテン、あ国士イーシャンテンです、何チュンとイーマン、えチュンイーマン、チュン握れイーマンここ2枚チュン1枚、イーマン2枚ですか、1枚2枚トップ目だから余裕の国士やってたら上がれちゃったパターン、いやありますね、チュンあるよ、チュン打った、はい、よかった先に打った方が、チュン引いたら強いけど、そうですね、イーマン萩原も6チッパー、これどうトンはトン、あ先に打つってこと、チーマンパーマン、トン安全牌候補で持ちましたかね、3色もある、水野も現状は2着目、うん、イーシャンテン国士無双小高、一番スピードがあるのは小高ですね、イーシャンテンだもんね、はい、
瞬引いたらイーマン2枚か。はい、イーマン2枚。9枚落とすかな。単キャンもありますね。一旦三蔵から。一旦じゃあテンパイ取るってことか。なかなか進まないと萩原尾高が。国士無双あるぞ、一気通過見えてきたのは岡田です。うん、そうね。まだちょっと打点が、まあこのまま終わらせる手もありますけどね。うん、三着で、まあ、よしとして。今回のメンバー2段から勝ち上がりの水野尾高もね、非常に雷電が好きということで、チーム雷電が好きということで、今日めっちゃ嬉しいじゃん、皆さんと十段戦で戦えるってね。水野はこう夢だったというふうにね、はい、おっしゃっていましたね。雷電の選手との対決が非常に嬉しいと。ダメなんですよ、憧れるのをやめないと。なるほど、深いな、今日はね。今日は壊れちゃいけないんですよ、ね、今日だけは。今日、そう。ここまではリードする展開です、うん、水野尾高。嬉しいね、記念になるね。放送しかも残るからね。いやこれ9万かな。ダイヤがあるだけに仕掛けもできる。ちょっと国士がね、余ってきてるんで。気になりますか。うん、気になる。うん、白1枚余りましたね。萩原いいシャンテン678じゃない方ですが、ドラ引けば十分勝負手。岡田はいいシャンテンのメンツ選択ですね。数万切りましたね、一切れ、まあ、両方一切れ。頑張やはり、まあ、ちょっと9万続けて切っときたいかな。ローマンも嫌だけど、まあ、3万ぐらいは通りそうだから。お、9万残したね。頑張りましたね。実際はイーマンとチュンが欲しいシャンテン小高です。いい万眼子1枚1枚になりましたね、これで、うんうんうん、ただ誰も4枚見えになっている牌はないはずなので、ないからね、うん、ないよね、はい、これで9万だね。これで目いっぱいになりましたね。私事ですが、昨日国士無双放獣しました。あ、678、あ、キューピンかな、一応親だからね。国士をどこまで警戒するかですかね。2枚、確かにね、余って、あ、サブ6キューピンパーソンにした、はい、6キューマンがダダ切れってことだ。それもありましたか、ね、本当だ、6キューマンがもう6枚切れだったんですね。あ、テンパったよ、テンパイ2000点で一応トップだね。スチーマン単品テンパイです。あ、先に勝利できてる萩原さん。本当だ、チーマン先に処理。しかもリーチうまい、テンパってリーチ、サブロッキューピン、これはいいんじゃないの。いいですね、先に処理できてるからね。あれ、チーマン当たり牌先処理のサブロッキューピン。ヤンマンは現物だけど打点が消える。1326でいいなかな。キューピン危ないか、届かないんだ。数万、あ、数万だ。うわ、水野の上がり、ダイヤをピンフ2000点。これはショックだね。萩原うまく打ちましたが、ここは水野の上がりで終了となりました。以上の結果をもちまして、トップより水野、2着小高、3着岡田、4着萩原の順で終了となりました。続きまして2回戦です。